はい、皆さんこんにちは。かじりつきたいお尻クルシウサコとフリのマルチタレントタマさんと2人でお送りするバラエティ番組ウサタマ、こんにちは、はい、このところゲーム実況をメインにやってきましたね。そうだね、うん、今回はウサタマ3本勝負になります。3本勝負何で勝負するのここが勝負します。急に穏やかじゃないね。どうしたの？最初の頃のウサタマを、うん、思い出してください。そうだよね、一発目とかなんかすごい、なんだっけ、スピードカップか、そうそうそう、テーブルゲームみたいな、チン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 ってやって、ほらそれ言いたいだけですよ。思い出して、あ、懐かしいな。してそうなんですけど、はい、その前におたまさんにどうしたんだ、言わなきゃいけないことがあって、どうした、この今ゆるく始まったこのうさたまはですね、実は今日で最終回。なんだって、なんでそんなぬるっとしたまま最後ぬるっとし、いやなんかあんまりこうしんみりしたくないです、ね、あ、なるほどなるほど、あ、いつも通り笑って別れしようっていう、そういい話じゃないか、いつも通りやろうかなと思います、はいはい、最初は対決だったんで、はい、最後もうさたまは対決で終わりたいと思いますので、かしこまりました。頑張っていきましょう。 OK、はい、それでは3本勝負の1本目はホラーゲームでーす。わー、出ました。出た、何やば、ホラー持ってくるの、ほんとやめてって言うとるやんけ。今日やるのは、簡単に説明しますと、お願いします、かげろうっていうゲームです。かげろう、はい、かっこいいね。かげろうは、ゲームでマガタマを集めた個数を競います。今回あのスタッフさんもテストプレイをしたんですけど、思ったより難しかったらしいのでそう、はい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 、そうだから初見プレイの私たちのためにこの攻略メモありがてえな、そんなに難しいの、そう用意してもらえたので、はいはい、これをね、見ながら、まあ、実際やっていきながら、はい、プレイしていきましょう。はい、頑張ります。頑張るぜ。じゃあね、はい、ちょっと練習したんですけど、これ大丈夫かな、ちょっとできるかな、なんとなく操作は分かったから、分かった分かった、じゃあやっていきます。じゃあかげろうっていうところ、ステージ、おい、シャキーン、鏡に触れた瞬間、辺りが暗闇に包まれた。気づくとそこはさっきまで私がいた路地ではなく、どこまでも暗闇が支配する終わりのない回廊だった。ここから出なければ無邪気な冒険心は吹き飛び、不安と焦燥感が胸を締め付けた。いいですね、エンターキーを押してください読んじゃった。はいはい、じゃ あ左側あれですね、マガタマの、あ、そう、数ね、マックス5個集めたらクリア、うんうん、じゃとりあえずこのライター最初からくれてるやつをつけます。はい、じゃあでこうやってこう明かりをつけていくんですね。はい、で爆竹と手鏡は最初は取ってくださいってやつみたい。なんか爆竹はある一定の敵をなんかこう惑わせるために使うらしいですね。そう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 、敵が3種類いて、ちょっとなんか集中しないと、ちょっと喋ってて。OK 敵は3種類いるんですけど、すごいアバウトに言うと、走ってる人と鈴を鳴らしてる人と泣いてる人がいます。めっちゃ明るいじゃん。明るいね。どうしたどうした、何これ、何が光ってんだそれ。ランプ、別に何でもないんだ。へ、なんだ、こんな明るい、あー、鍵がかかって、ね、はい、了解です。なんか鍵がかかってるとこはまあ当たり前なんですけど、鍵を見つけて開けると、うん、マガタマが手に入るみたいな、うん、らしいですよ。まあね、鍵が欲しいな。なんかね、意外と開けれなさそうな場所も意外と開くっていう。お、あ、懐中電灯か。懐中電灯あんまりなんかまだ使い道がうまくわかんない。なんかね、そう。うん、あのこれを教えていただいたのでねせっかく懐中電灯は遠くまで照らせるんですけど、うん、電池式です。はい、でまあ電池、まあ、2個目、懐中電灯2個目を取得すると電池がマックスまで回復します。ほう、まあ、でも基本的にはライターでいいんではないでしょうか、うん、そうですか。なんか開けたいな、ドアが、ね、あ、ロッカーだ。なんかロッカーに隠れると、はい、あ、無駄に隠れちゃう、ね、その敵がね、うん、来た時にね。かしこまりました。ここになんか目印ないんだよな、覚えてんだけど、あ、これよ、あ、なんか光ってる、あ、それさっきの電気のあれか、うんうん、そいつがやたら光ってるから強いよね、この光、強い、光量がすごい、光量がすごい。あ、開きますね。
あんまりなんか進展がないんだけど。音どうですか、静かですか。全然静かだよ。なんかその鈴の敵だと遠くからシャンシャンって聞こえたり、鳴いてるやつもこうね、鳴き声が遠くから聞こえてくるんですけど、うん、まだ何も聞こえない。泣いてる人を見つけたら近くにマガタマがあるから。あー、鍵だ、やったぜ。いいんじゃない。あ、マックス、マックスになるの。マックスじゃない。マックスになるってどういうこと。あ、でしゃがめば、お、ない、ない、うん、赤いのなんだよ、なんだあれあ、でもさっきのとこ開けれますね。戻りましょう。開けなくていいよね。戻りましょう。戻って、なんかいい感じじゃん。いいね。ちょっとえ、どこから来たっけ。やめてよ。じゃあまたどこから来た。あの光量がすごい。あの光量が欲しい。光量があの電気の近くに鍵の違うとこ来ちゃってるじゃん。私たち分かんない分かんない、やばいやばい。あ、でもなんかある。あー、いらねー。懐中電灯めちゃくちゃもらうじゃんこれ。嬉しい。いらないよ。嬉しい、ありがとう。いっぱい。だってじゃあ戻るってなるとこちら辺じゃ。あ、おお開けれる開けれる。開けられます、一度使うと。あ、右をね、右をね、はいはいはい、使ってくださいってことね。わかりました。はい。あ、じゃああるじゃん、あるのかな。ロッカーだね。あ、意外と広いのね。意外と広い。先があるのね、まだ。すぐくれる。あ、でも敵が全然出てこなくて、ね、いい感じなのでは。嬉しい。え、ちょっと。か、あ、鍵かかりすぎでしょ。ダブル。ダブル。ちょっと。マガタマくれや。で、あとね、隠れるとか。なんだこれ、部屋だわ。あ、うん、何もないじゃない。あ、なん、マガタマじゃない、あれ。マガタマじゃない。お、超手伸ばせ手伸ばせ手伸ばせ隙間から手伸ばせ、いけいけ、届くよな。なんなら和室だから壊せそうだけどねなんか、洋室は難しいじゃん。だから会社で年くる中で山のようにいらないの、飛んだよ。いらない、いらないよ。あ、コンパス、コンパス。コンパスって何、元の位置分かんないのにコンパスって入れて。ゴールっちゃう。ゴールとかあるんだ、ちゃんとこれ。いやだから懐中電灯取りなさいよ。壊せそうなんで ねえ、ふすまぐらい壊せ。リアルだったら壊すでしょ。あん、いや壊しますね多分壊しますね多分。あ、じゃあ鍵開けないと向こうも行けないから。あ、いた。あ、ロッカーだ。あ、え、どの辺、どの辺。あ、でも違うな。届かない。あ、ロッカー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 がないの。え、ここを閉めて。ああ、右、はい。で、はい。え、コンパス、コンパス。違う、部屋に隠れてるはずなんだけど、これ部屋に隠れてられると思う、これ。え、いけるんじゃない？暗そうだし。暗そうだし。ロッカーの上、多分よ。じゃ、ロッカー見つけられない。ロッカーすぐわかんなくなっちゃう。よくわかんないね。うん。こういう時、光る石があれば、あの、目印で、ね。そうだね。ね、置ける。お、いなくなった？ちょっと離れてます。嬉しいわ。うん。あ、やった。ちゃんと敵やり過ごせたわ。鍵をくれ。何も置いてない。何も置いてない。何も置いてない。お、敵も来なきゃ物もない。あ、泣いてる。ほんと？え、やばいやばいやばいよ。見つかっ、ここが部屋になる。テカテカしてる。あ、ドタドタもした。テカテカドタドタしてる。テカテカドタドタ。賑やかになってきたね。ねえ、賑やかな。盛り上がってま、お、盛り上がって、盛り上がってまいりました。あ、もう静かだったねねえ、3、あ、あ、見えた。あー、今いたよ。今いたね。うん。あ？でもどっか行ったよ。今いたよ。戻ってきた、戻ってきた。探してる。え、やばいじゃん。あ、いた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 。え、怖い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 。いたけど、まあいなくなりましたね。よかった。なかなか判定が難しいんだよな、なんか。お互いね。うん。お互い。お互い。向こうも黒いですからね。じゃあ、じゃあその鳴き声の主は？どうしたの？悲しいことあったの？鳴き声の主、敏感だから気をつけないと。結構、あ、じゃあまだ結構遠いところ、あっちとかかな、この壁の向こう。ああ、わかんねえ。音的に、うん、なんか発展性のないゲームをしてしまっているんだけど大丈夫かな。僕もうガンガン行こう。なんだっけ、やばいやばいやばい。なんだっけ、
走らなきゃ。あ、これ、死んだ。いや、何これ、何にもしないで終わっちゃった。ドタバタしてた、ドタバタしてた。何にもしないで終わっちゃったの。ごめん。お尻マリアさんに、こんだけ時間を使って何もしなかった。じゃあ、おたまさん、ゼロですか。ふざけんな、ゼロだよ。申し訳ない、申し訳ない。いやー、いやー、うさこ取っちゃうよ。どうしようもない、もう。はい、じゃあ2回目はうさこが。よろしくお願いします。頼む。おたまさん、ゼロだったから。ゼロはやばい。うさこが1個でも手に入れれば、勝ちよ、もう。もうなんなん、鍵くれよ。何もできなかった。操作さっきちょっと練習したんですけど、うんうん、ちょっとでも時間空くとこで不安になっちゃうね。PC ゲームなんでコントローラーじゃないから。うん、あ、じゃあこのゲーム、うわっ、お前一人死じゃん。やった、持ってんな、持ってんね、持ってんな。あれ、でもなんかこれさっきのステージじゃない、うさこさん、もしかしてこれ本当に。はもうちょっとそれは覚えてないよ。もうぶちテストでやったステージ。ランダムなんで、そのまた同じとこに当たることがあるらしい。何パターンからしいんだね。自分の足音か。誰の足、あ、タンスだよ、タンス。やった、鍵は、あ、タンスだ、嬉しい、持ってるこんにちは、こんにちは。その挨拶みたいな感じだわ。こんな平和じゃない。鍵のついたドアが、あ、やだ、見つかりたくない。逃げ切れてる？動かない。なんかね、足が近い。何もできてないからね、隠れなきゃいけない。あ、とりあえずでも今私しゃがんでる。うん、わかりました。あ、ん？開けてくんの？今開けたとしたよね。した。いや、近い。やだ。嘘。え、ちょっと、嘘や。あ、嘘や。え、あ。と、ザカッタ。早いけ。結構長いよね。早いけ。あ、遠ざかってんじゃない？でも、チカチカしてる。あれね。うん。もうちょっと。あ、でもよかったね。お、いいんじゃない？いい？いやー、危なかったですね。あ、タンス。また鍵じゃん。あれ、マガタマだよ、あっち。ほんとだ。あ、おやった、やった。あれさえゲットすれば、俺はもうタンス。俺はもう。だぜ。しかも今、私鍵持ってるから。もうずるいじゃん。よっしゃ、あれね。よし。うわー、なんかこういうの怖くない？わかる。怖いよね。怖いね。ドアじゃないよね。うん。来い。ドアじゃない。ドア欲しい。近くにあるのに。あ、ドアじゃない。ドアじゃない。いいんじゃない？そして鍵がかかっていて、そして鍵を右クリックして解除を押した。で、ドアを開ける。うわ、嬉しい。だが僕は開けるのか？買っちゃうよ。へえ。まさか買っちゃうよ。あれどこ？後ろ？ああ！やったー、勝ち確ですな。いやマジか、終わったわ。勝ちました。悔しい、普通に悔しい。勝っちゃったね。なんかさらっと勝ちましたね。私あんだけ長いことやってたのに。やったー。あー、光る球ね。あ、シャン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 言ってるけど、いいんすよ。あそこあれじゃない、鍵のついた部屋じゃない。いいんじゃない。ほんと、あ、泣いてる。どこよ。泣いてる。皆さん聞こえますか。泣いてます。聞こえますか。まだしゃがなくていい。うん。いや、でも近いで。ね、あ、マガタム右にあったよ、でも。ほんと、じゃあ右にいるじゃん。そういうことですね。あ、でもまだいいか。うん、暗いんで。爆竹の出番か。この先でしょ。これは。その襖から。あ、いいんじゃない。あ、出る。怖いね。開けちゃうよ。いない。いい部屋だね。いないけど、なんか、あ、なんか光ってる。やられる。びっくりした、びっくりした。殺される。泣いてる人に見つかったの。違う、これ泣いてる。え、泣いてる人にやられたの。だ、そういうことじゃない。走ってる人じゃなくて。あ、いや、泣いてる人か。いや、でも結果勝ったんで。ああ、そっか、忘れてた。
普通に負けた。さあ1本目の勝負、かげろうのまがたま集めの結果発表でーす。はい、じゃあおたまさんいくつですか？私は0個でーす。うさこは1個ゲットしました。ルーは1個なんだね。ルーは1個なんだね。でも聞いてください。はい、どうした？今回覚えてますか？初回で対戦をして、うん、負けた人にはまさか罰ゲームが出た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 あったじゃないですか。あー、やるやつだわ。もうほんと今回もまたやんの？あるので、じゃあ今回罰ゲーム何何何何？今日まだ言えない。言えないとかあんの？まだ言えない。マジかよ。うわ、何何何何、まだ言えないの？どうせそういうことアウトラシにしてくるわ。ほんとにこの調子で頑張っていきましょう。はーい、頑張ります。そこじゃないの？あ、でも消えた。お前だよ。お前だよ。覚えてくれない？お前だよ。え、マリオ2やったことあるかな？あ、待って、これ毒キノコ。そんなことあんの？いくよ。あー、怖えー。久しぶりな。久しぶりに怖いな、これ。本当だね、本当だね。はい、セーフ、セーフ。